おはようございます。祠巡り9日目、目の前に祠が見えている状態からスタートし、ビンビンセンサーも元気よく反応してくれている状態からスタートする。これ初めてじゃないでしょうかね。貫抜きが刺さっているこのリトの村からほど近く、あ、てか白爪新聞社さんの最寄りというか、あれだ、私有地のところかな、だろうね。茨道オロム和歌の祠。いやー、一苦労な上に来るの、打ち上げるものオロム和歌の祠、やったことあるようなタイトル。お、大好きなロケットじゃん。寝かせました、行くよ、ゴー。いやー、やっぱロケット大好きだな。今度は急斜面のレールがありますよ。こんなところ自転車で下ってごらんなさい。あ、ゴールもある。あ、トロッコだ。あ、トロッコにじゃあつけるんだ。これ絶対楽しいじゃん。あら、あ、これ予備か。おやおや、ちょっと待ってくださいよ。ロケットは何、向こうから持ってきてくださいってか。備品として用意してくれていたってよかったんだぜ。はい、つけました。さあこれ登れるかな。いや大丈夫。はい、登れ登れ登れ。あ、あ、あ、なに、ちょ、ま、ぶっきゃ、あ、プラン B、 ツインドラゴン作戦、行け。今度は方向に、およっしゃ、2階に到着。つまり宝箱そこ、これは無理なんじゃないの。もう一回マックス到達ポイントまで。あ、ここが限界か。あ、戻されちゃった、帰れねえ。いいですね。わっ、おお、あったあった。これロケットでしょ。わあ、飛べ。うわ、めっちゃ飛ぶじゃん、ルビー。でもこの宝箱のとっから飛んでいきさえすれば、あれよあれよゴールでござる。祝福の光4つ目、これにて祠攻略数128個、残り24個、終わりが着実に見えてきました。あとの図は31個目、ゾーラの里上空、ルッタちゃん。もう隠してるでしょ、ここら辺とかあるでしょ、言いなさいルッタちゃん、言いなさい。目の前のところ祠は別にないんですけど、こんなとこ来たことあったかな、ないだろう。で、こういうフィールド、もう祠があるしかないだろう。どれ、敵がいる。で、地下があるんだ、これきっと。上空飛ぶよ。ここが穴だ。そのままチップインします、上空から。降りました。おお。神殿ですか？水の神殿より水の神殿っぽいじゃないかと思ったんですけど、ここが終着地点？ミク君、潜れはしませんからね、唯一。起点を利かすんだな。こうして足場を作る。ただね、溶け始めますから早いうちに。で、ここを通れるルーフじゃない。やっててくれ、何か起きてくれ。でもなんか祠じゃない感はある。いや、やっぱりな、宝箱か。期待はしたいけどね。防具とかかな。いや、いらねえ、いらねえ。いやー、ここの空間どっかにはあるかなと思うんで、このね、大地の裂け目にやってきてるわけなんですけれども、ほこらセンサーの感知もないね。うわっ、来た、下方向に感知、もう真下ぐらいじゃないかこれ。あるんだってよ、やっぱりよ。あ、稚魚だ、黄金の祠。うわ、こんな分かりやすいところに。ラネール参道の祠と水晶で、その水晶がどこにあるか、あんなところ持ってこれないじゃん。自家製ソリ舟にて滝の中かいくぐります。ブレワイン時はこの中に祠があったんですが、今回ティアキンではそこまで単純ではないよう。ぶっ壊して
って中だろ。鎮座マシマシしている。え、向こうにも何宝箱でもあんの？この先があるようですよ。まあ迷いまーじ、ごめんごめん。痛い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 。下校だ。帰り道はセスナで。うわあ、滝ギギギギギ。はい、ソフトランディングしました。こちら仕事中ですからね、鳥さんね。もう帰ってね。奥義の祠。ラウルの祝福。守護具の光。一つ目。ライネルさんじゃん。やってみる。ここね、前回ブレワイのところだがヤックルゾーンだったんですよ。そこの木覚えてますね。あー、あれはメジカだ。逃げろパドローナムたち。さあ、え、見てますねこっち。おーおお、来たよ。行くよ。来いよ。あらあらあら、やっ、おーよ、やってくれるぜ。ブッ、あら、手玉だぜ。そんな変わらなかったな、ブレワイの時と。頭で攻撃するモーションが増えて困惑しました。バイバイ。ルリちゃん、僕はね、あそこ見て、どれだけ無謀と笑われようと、もう行くしかないんだよ。最果ての島の、あそこの上空の島。どうもね、残り23個の祠もあるとは思えないんですよ。だからあの最果ての島の上空に23個の祠が詰まってるんじゃないだろうか。間違って出しちゃったからな。あのプロペラ補充してなくて、行ってみるしかないか。さあ、あ、全然ダメだ。あ、ちょっと待てよ。さあ、お待たせしました。行くしかないでしょう。僕たちはある意味ゼルダ姫より遠いところに行くのかもしれない。あ、高度はいい、高度はいい、このまま保ってくれ。で、あの3つのプロペラが僕たちを優雅な空へと導く。で、高度を保ったままね、行けるよ。で、あとは充電さえ保つことができるならば向こうにたどり着けるはずだ。僕たちはハイラルの大地、あのもう帰れない覚悟の上であります。限界ギリギリで、ここで砕く。素材素材、落ち着いて落ち着いて。素材は逃げないからね。これだ。はい、一定時間無制限、無制限時間でどんどん行け行け行け。これつくよ。え、ちょっと嘘でしょ、翼が持たないは。もう最大高度まで行っとけよお前。もうそれだったら僕たちこっからはもう、じゃあパラセールで行くからよ。もうやばいか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 、まだ行くよまだ行くよ。くっ、チューリー君大丈夫、もう充電は切れていいから、この高度だったらどうにかたどり着くだろう。あいつら、お前ら、もうゴーレムかなんかかなと思ったらヒュドラやんけ。あいつ倒して何が起きんの？祠ないのは、まあなんか、うすうす予想はできてたけど、ヒュドラ倒してなんか起きんのかな？稚魚とかない？あれあれの、すごい、三つ首ヒュドラじゃね？すごいよ。一つの頭に雷、炎、おそらく氷、まとってる。一番強いヒュドラでは、これ。じゃあ、奇襲かけとく？もう倒すしかないだろう。体表も黒い！一番ドラゴンっぽい！やるしかない。リン君、いけるか？あ、これとかいいね。獣王。で、爆弾。頭に向かって、ゴー！よし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 。まだ行くよ、まだ行くよ。浴びせますよ。よしよし、まだ行くよ、まだ行くよ、まだ行くよ。スタミナも限界いっぱい、ギリギリいっぱい。よしよしよし、どうだ。あー、キンググリオーク。OK ね。そうだ。これだ、これだ。あいつにはこれだ。
行くよ。くれ、食らわないか、無理か。ちょっと待て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 、もう待てよお前。しやってやるぜ。お、どこ行く気だよ。まずこの火炎の実でお前を潰す。で次、こいつは氷じゃないか。あ、水かもね。お、いいね。で雷は誰、どうしたらいいの、電気、爆弾、雷には爆弾。どうだこれ、どうだ、落ちたか。いや雷がまだピンピンしとる。ダメっすね、ダメっすね、ダメっすねったらダメっすね。ちょっと待って、今ね他の二人が寝てる間に僕たちがなんとかやらなきゃいかんのんすよ。よし、普通にやれた、普通にやれた、属性攻撃ではなく。よし、でこっからはもうあと僕たちのみんな総攻撃だ。まだまだまだ懲りてねえようだな。みんな総攻撃、総攻撃、総攻撃。これでやっと半分だよ。わあ、これこのバトルフィールドから落ちたらどうなるん。マックスレイジいらんけど、今調理してなきゃこいつはね。この敵を相手しながら料理できる、いいなし。あっ、あっ、え、マジで嘘だろ。は、え、ちょっと勘弁して、勘弁して、勘弁して、嘘でしょ。ちょっともう本当にやめて、そういうのは。どうにかなるんでしょこれ。もうかけてみるしかない。一旦ここで流星石城になって、でゲームオーバーするんすよ。ごめんね、痛いねこれね、怖いよ。でゲームオーバーしたら、次回アナルに石つぶて。